いやー、久保さん。このシリーズ、めちゃめちゃいいっすね。最後のね、億万長者思考いいじゃないですか。まさに面白いっすね。<laughs> あれ、めちゃめちゃ、まあ、僕も、あの、聞くし、聞く前に分かりましたけどね。だから、あれを秒速で回答、自分の中で回答できるっていうのはね、まあ、なんだろうな。良かったなと思いますね。で、今回は、お金と、愛とお金の普遍なる法則にしましょう。 愛とお金の普遍なる法則です。で、これは、なんだろうな。例えば、1ドルが今、相場動いてると思います。日々動いてるので、1ドルが107円、110円、まあ90円とかね。まあそこら辺は動くじゃないですか。でもこれ、過去の歴史上、1ドルが100万円になったことってあります多分すみません。調べてないんで分かんないですけど、1ドル、 っていうものが100万円になったっていうことは多分ないです。それは日本とアメリカのこの関係性がもう完全ぶち壊れてますよね、こんなのね。<laughs> やばいですよね、うん。1ドルが100万円みたいなね。多分ないんですよ。まあ、誤差というかね、まあ大きく動くときもありますけど、数十円。まあ、数十円動くだけでも大きいみたいな言われますけども。でね、あのー、まあ歴史上なかなかないですよね。で、 じゃあ歴史上たどってみて永遠の愛を誓った人たちが別れていくっていうのはあるわけですよ。特に日本なんかは30%ぐらいは離婚していくという話なんですけど永遠の愛を誓ってるのにこれは歴史上たどっても、まあ、昔はあんまなかったかなその。ちょっと今時代が変わってる部分あるんでただし昔もあったと思うんですよ。 永遠の愛を誓ったけど別れていくっていう多分まあ昔は多分結構周りの目がすごかったんであのもう少なかったと思うんですけどでもそうそうは言ってもあったと思います100%全員が一度誓った愛をずっと貫いた人たちっていうのは多分一部だと思うんですよだからこれって変わってないですよねわかります変わってないですよでもお金はあんま変わってないですよわかります だからこれ面白くて愛っていうのは正直変わるんですよね愛情っていうのも変わるだろうし例えばこれ経験ある人もいるかも分かんないですけどちっちゃい頃はめちゃめちゃ可愛くて愛情を注いでたけどじゃあ大人になってね大人になるにつ,くれ,大人になるにつれてあのめちゃめちゃ凶暴になっていっ っててしまって親にめちゃめちゃ暴力を振るって親を殺すっていう、まあ、事件もあると思うんですけどじゃあその時に愛情を注げるか子供に毎日暴力ぶん殴られる息子に愛情を注げるかっていうとこれもね結構難しいと思いますでなんで何で難しいかっていうと人間は感情があるんですよねだからこの感情を操作する感情を一定にずっと保ち続けるっていうのはかなり至難の技なんですよ。 忘れるし、例えば、東北大震災10年前にあったけども、その時感情みんな動いたはずです。めちゃめちゃ動いたはずです。あ,あ,あんな事件があったな。いつ死ぬのかわかんないな。でも、その感情って今ありますか忘れてるんですよ。まあ最近そのニュースでいっぱいあったから、その感情はちょうど蘇った部分あるかもしれないけど、被災に合わなかった人たちは忘れてますから。だら人間ってそんなもんなんですよ。ね。だけど、お金は変わんないですよね、大した。うん。 だからまあ仮想通貨とかね、爆上げとかありましたけど、普通の1ドル、このね、まあ普通にその使われてる紙幣の価値みたいなのは大した変わんないんですよ。これ実際。だから変わらないものを手に入れた方があの安定するんじゃないかなと思います。もう一度言いますね。変わらないものを手に入れた方が安定するんじゃないかなと思います。だけど愛情、愛っていうのは諸刃の剣で、 あのお金じゃ手に入らないものも手に入るんだけどその一方その裏の側面もあるよとんコロッと変わっちゃう可能性があるので忘れるしだから今ああなんだ結婚せまあき僕綾野浩二君丸さんがめっちゃ好きなんですけどあれから30年っていうフレーズがめちゃめちゃ好きなんですけどどうですかねあれから30年うんまあ人の感情っていうのは変わりますから、うん、あの時めっちゃ好き 愛してたあれから30年あなたの感情はどう変わってますかだからその感情を一定に保つこれは結構もう修行必要なので難しいです本当にうーんみんな修行僧みたいなお坊さんじゃないし修行僧じゃないので一般の感情なんですよその中で、えー、なんだ難しいですであるならばあまり変わらないものを手に入れてしまった方がまあある一定のものはもう普通に手に入るし だそれを別にまあね、このシリーズみたいな感じで言ってますけど、愛情表現の一つとして、何かそのプレゼントするとかうん、なんかそういうふうに使えばいいじゃないですかうん。だから結局その愛をもし出すとするならば、お金の使い方に愛があるんじゃないかなと思います。愛を、愛を行使するんだったら、お金を稼いだ後、そのお金をどう使うか、そこに 愛があるかかなと思いって、ね、どう思いますかうん。で、そのお金の使い方に愛がある人はお金が集まってくると思います。多分。うん。まあそんな感じですね。もちろん中にはね、世の中にはいろんな人がいるので、そうじゃないパーティーもありますけれども、まあどっちがいいかって話です。お金を使う時に愛を持って使うのか使わないのか。で、お金っていうの価値はあんまり変わんないよと。ただし歴史上まあね、 ハイパーインフレとかね、いろんな、まあちょっとありますけど、じゃあ僕たちが今生きてる、えー、30年、40年を見たときに、じゃあハイパーインフレを送る可能性はどれぐらいあるのかと。多分、さすがに少ないと思うんですよ。うん。まああるかもしれないですよ。だけど、可能性で言うならば、離婚する可能性の方が間違いなくそれの確率より高いです。うん。ど,どうですかねその、ね、いや、吉谷さんなんか昔札束でね。 なんかお金の価値がなくなってねこの、こんなにやんないとダメな時もあったじゃないですかと。まあ確かにありましたよ、そういう時期も。じゃあ、あの愛を誓った人たちの別れる確率とその確率はどっちの方が高いですかって。それ考えれば分かりますよね。うん。いや、吉田さん、私は違う。私はそんな、あの、そんなことじゃない。いいんじゃないですか。それはそれで。別にいろんな人の考え方、生き方があるんで。久保さんと僕は いいろんんなな考え方があるよっていう話なんで、うん、だからそれをあのだからなんだろうな答えはないんですよ。でもなんかこれが答えだって決める考え方じゃなくていろんな世の中には考え方があっていろんな価値観があってじゃそれをどう取り,取り入れるのかそして自分の中で解釈して自分の肥やしにしていくのか自分がよりよく生きていくためにどうすればいいのかっていうところに使うってことですね。 うんでもほとんどの人はやっぱ否定から入るのでやっぱそろそろ学び,学びもないんだろうしね学びもないし進化もないんですよ否定だって弾いちゃうんで一回吸収して自分の中で腑に落とせないんだったら腑に落とせるまで考え込むとかねなんかそういうことをやらないと多分、まあ、まあ収入は上がらないだろうし今の人生が大きく変わるってことはないでしょうだって受け入れられないので 自分の今持ってる価値観で生きていかないといけないじゃないですか。多分しんどいですよ、それ。うん。もう今,今後、どん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 時代はどんどん変わってきますからね。価値観も変わっていくし、物も,もデバイス、テクノロジーも変わってるし、まあ、久保さんなんかね、なんかまさかの PayPay ペペもう25万ぐらいは月収してましたからね。久保哲郎やっぱすげえな、みたいな。<laughs> 結構僕、20万多いかなと思ったんですけど、久保哲郎上を行ってましたね。さすがですね。い <laughs> ってらっしゃい。